大根でステーキ、私もねあんまり期待してなかった。今週ランチで大根ステーキつけてるんだけど、今オミクロンちゃんでランチのお客さんあんまり来ないから、そんな中ね来てくれた昨日の数少ないお客様全員がねこの大根ステーキの作り方聞いて帰ったのよ。どうやって作るのって。なんかねこれ美味しいみたいよ。さあ早速ご紹介しちゃいましょう。はい、まず大根ね 1.5 センチぐらいかな、これ輪切りにして、まあ分厚く皮むいて隠し包丁入れます。大根の厚さの半分ぐらい、5ミリ幅ぐらいにねこれ十文字に隠し包丁入れておきます。その方が火も通りやすいし味も絡みやすいから。でこれをね電子レンジにかけます。まずね私が考えるところ、この大根ステーキはなぜ美味しいと言われたか、ポイントは4つ。はい、まずポイント1、電子レンジでしっかり柔らかくなるまでかけること。これ初日はねちょっと歯ごたえ残るかしらぐらいにとどめたんだけど、これはねバッチリ柔らかくなるまでかけた方が美味しいわ。途中出して竹串刺して確かめて、まだ硬かったらねもう一度電子レンジ入れてちょうだい。私これね7分ぐらいかな電子レンジかけた。粗熱が取れてから、はい、2番目のポイントです。小麦粉をはたきます。これもね初日作ってみての改善ポイントなんだけど、小麦粉はたかなかったら水気がどんどん出てくるのね。大根の小麦粉はたくことによって水気が出てこない、水っぽくならない。仕上がりがね薄くじゃなくってがっつりつけた方がいい。薄くついてるより分厚くついてる方がなんかカリッとしてる感じ思い浮かぶでしょ。さあフライパンに油をひいて焼きましょう。はい、ここでポイント3つ目です。焼き色がつくまでしっかり焼きます。これ焼き色がねしっかりついてる方が仕上がった時に美味しく見えるから。さあこのぐらいの焼き色つきましたら、はい、ポイント4番目です。濃く味をつけましょう。私が回しかけてるこのタレはバター醤油味っていう味付けにしてます。もしかしてねこのバター醤油味っていうタレがタレの味が気に入ってで作り方教えてって言われたのかもしれないから、ここでねこのバター醤油味のタレの分量教えとく。こちらの材料、これ一旦フライパンでねバター溶かして、でまた冷蔵庫に保存しとくとバターは固まりますからね。でもしょうがない、そうだな1人分大さじ1杯程度かな。このバター醤油味フライパンがね熱くなってるともうすぐね焦げてくんのよ。だからもうねちゃっちゃとやらないと焦げるよ。このタレは火から遠ざけて絡めたらねこれで出来上がりです。バター醤油味じゃなくても焼肉のタレとかねそんなのでもね代用できると思いますよ。もうこれねギリ焦げる寸前ぐらいのあれでしたね。危なかったよ私も。さあおまけのポイントです。これしっかり濃い味をつけたから私的にはね濃厚な満足感はあるんだけど口の中がさっぱりさせたい、ネギだくにします。上にこのね生野菜系っていうのかな、かいわれでもいいと思う。下にレタスの細切りしたのつけてもいいかもしれない。一緒に食べてねってことで。大根って言ったら淡白なイメージなんだけど濃厚でね満足感がある。大根の煮物を食べる、おでんを食べる、それよりご飯のおかずになるって感じ。今ね大根ねシーズンですから安く手に入るし、ぜひこんな食べ方してみてください。それじゃまた。